じゃんけん1回勝負、勝てば1000万円、負ければそうだな、指を切断する。もしパーを出して負ければ指は5本切断、チョキを出して負ければ2本切断、グーで負けた場合は切断はなし、要はノーリスクってこと。名付けて指切りじゃんけん。楽しそうなゲームだろ。ああ、だけど安心していい、このゲームお前に超有利だから。だってこの手俺はグーかパーしか出せないからな。じゃあやるぞ、最初はグー。ちょっと待て、俺はまだやるとは。こんなお前に有利なゲームをやんないの。おいおい、まさかお前ビビってんのか。よし、だったら黒木が勝った場合、ここにいる全員一人ずつに100万円をやる。追加ボーナスだ。マジか、一人100万なんだよ。このゲームは黒木にとって超有利だ。頭が良くて度胸のある人間が断るわけないよな。仲間思いのリーダーの背中を押してやるよ。盛り上がってきたな黒木。このガキいいぜ。このゲームやってやるよ。やってやるよ、このゲーム。俺の負けは絶対にないんだからな。それぞれの手をまとめるとこんな感じか。リスクの低いグーに勝つためにはリスクの高いパーが必要。意外によくできたゲームだ。だがここで大きなポイントがある。それはあいつがグーかパーしか出せないこと。俺がパーを出せば負けることは絶対ない。最悪でもアイコンにしかならないからな。おい、アイコンになった場合はどうなるんだ。アイコン？そんなことには絶対ならないと思うけどな。まあペナルティーは何もなしでゲーム終了だよ。何もなし。もしかしてアイコンがこいつの狙いなのか。俺がパーを出すのは目に見えてるはず。グーかパーしか出せないあいつはパーという選択肢しか持てない。俺はチョキを出せば勝ちなんじゃ。なんて俺が考えると思ったがバーカ。確かにチョキは勝つ可能性の高い手だが、それと同時に負ける可能性もある手なんだよ。目の前にぶら下がった勝利に手を伸ばすな。そこに 0.1% でも敗北の死の可能性があるのなら。お前パーを出す気だろ。だとしたらどうだって言うんだ。いや別に、ただそれでお前がどの程度の人間かは分かるってだけだよ。挑発か。それで俺が手を変えることはねえよ。てめえだってどうせパーを出すしかないだろうが。いや俺はパーは出さねえよ。はさあやろうぜ、最初はグー。惑わされるな、こいつが本当にパーを出さないとしても出せるのはグーのみ。じゃんけん。つまり俺が出すべきはパー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 。ポン。こいつ左手でクザ軍のプル。話が違うじゃねえかよ。何も違わねえだろ。俺はパーは出さないって言ったぜ。そっちじゃねえよ。お前はグーとパーしか出せないって。ああ、この右手じゃな。でも誰も左手を使わないとは言ってねえだろ。